この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。で、今回のムフフ女優はこのマーメイドちゃんだ。スペックをまずじゃあ、上から82、56、84の C カップ。それを想像するに、めっちゃスレンダーな感じですよ、ね、そうだね、チョコは出てるっていう。考えられない、私はこの数字。あといくつですか。いやー、では、お伺いいたしましょう。若槻まりあさんです。よろしくお願いします。お願いします。いや、東条じゃなくてよかったですね。東条、あの数字ありえないですから。いや、細いなぁ。なんでこんな、こんなです。コンビーフの缶みたいな。多分、2つある内臓は1個しかないです、全部。え、半分しか、うん、肺も多分1個とかですよ。いや、すごい、このお腹。いや、おかしいじゃん。やっぱ硬いんすね、お腹って。にもかかわらず、うん、Cカップ、 C ですね、はい、うん、いいな、並びたくない。何してんすか。いや、スケットのおっぱいチェックは今までしてきてるんで、うん、ブリッと出てますよ。でもね、細いのにちゃんと全然あるね、うん、俺こんな、いや、うん、全然あるよ。さっき見たのは女子高生の制服を着てました。ね、さっきね、入ってくる前にね、ずっと動画見てたの。ごめんね。でもね、こういう人なの、ごめんなさいね。大丈夫です。すんごいいじめられてた。いやこの時間が好きなんだよ、多分。めっちゃいじめられてた。どうした、おはようございますって入って、ちょっとやめてもらっていいですか。何そういうの出してからやってもらっていいですか。本当ですか。そんなマリアちゃんの撮影会をかけて魚拓が挑むのは CR 巨人の星情熱の炎。初当たり確率はおよそ318分の1。ご存知ですか、巨人の星は、その原作は。知ってますよ、一徹が目に炎が、あら、ドロロロドロロロって、ドロロッドロロロ、これどこだっけ。三世です。三世です。はい、三世ね。はい、な、原作全然知らない。あの、ちゃぶ台ひっくり返すのは知ってます。花形充は、花形充、阪神タイガースの、あの、一番のライバルです。あれですよ、自動車メーカーの御曹司ですよ。お金持ってんだ。そうですよ、ミツル花形2000って車に乗ってるんですから。おー、すごい。そこ、そこ対決するんですよ。一番、まあ、ライバルたくさんいますよ。サモン本作とかオズマとかたくさんいますけど。オズマいますよ、いますよ。DJ? まあ、DJ みたいな。DJ オズマ、中日ですね。中日ドラゴンズです。いるんですよ。ダイニングボールプシャー投げんすよ。ダイニングボール、ダイニングボールじゃない、ダイニングボールですよ。1号、2号、3号投げんすよ。そのあるんで、まあまあ、パチンコで出てくるんで、エースとして。とりあえずヒットすればいいってことですか。いや、まあ、だからヒューマンピッチャーですから、ね、投げるんですよ。相手大体バッターですから、打たれたダメなんですよ。ちょっと、今日は俺、まずいですね。多分俺だけじゃないと思うんですよ。その男性のみならず女性も気になる。ちょっとこれ脱いだらどうなんの、うん、いや脱いでほしいっていう、あの豚みたいなババアが、あの子脱いだらどうなんの、どうしてんの、ゆたくん頼むよって言ってると思うんで、だけどなんとか、勝利したいと思います。ルールはいつも通りシンプルに、最終出玉数で多い方が勝利となる。魚拓の頑張り次第では若槻まりあちゃんがセクシーショットを届けてくれるぞ。ご期待あれ。